皆さん、またお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日はインタービー2日目ということで、健康の新製品参考出品をご紹介いたします。今こちらに参考出品で展示してますのが DJI のファントム4シリーズ対応用のフィルターのセットです。まだ参考出品ですが、内容としましては ND のフィルター、 PL フィルターといったものを予定しています。まあ、こういった形のスタイルで今参考出品をしています。はい、さらにインタービーで参考出品をしていますのがこの産業用ドローン向けバンドパスフィルターです。まあ、特殊波長フィルターということで、健康では工業用のフィルターということで写真ルート以外のフィルターも作っているんですが、その技術を応用しましてドローンにこのフィルターを搭載しまして、例えばこれ赤外、はい、はい、赤外のフィルターをドローンにつけて撮影すると橋のひび割れとかのチェックに使えたりですとか、あと農作物ですね、農作物の作柄の、生育状況のチェックといったこともできるということで、いろんなフィルターをドローン用にということで今回参考展示をしています。インタービーの健康ときなブースアプチャーのコーナーに来ました。LED ライトいろいろ展示しています。アプチャーのソフィアさんです。はい、フロム、ベージーチャイナ、じゃあベージー、中国からいらしてます。というわけでですね、最新の製品はこの 120D という LED ライトを出してるんですが、この製品に関しては今健康ときなの、中野の、サービスショップで展示をしてますので、よろしければ見に来てください。はい、インタービーの健康ときなブース、KPI ですね、健康プロフェッショナルイメージングの新しい取扱い製品がこの FX ライオンと読むんですが、 FX ライオンのプロ用のビデオカメラのバッテリーです。FX ライオンの中国、北京からいらしたリサさんです。Hello everyone, I'm Lisa from Beijing. Nice to see you. といったわけでですね、北京から一生懸命この FX ライオンを売りに来てますので、皆さんぜひこの FX ライオンもご覧ください。インタービー健康ときなブースの、スリック台湾のコーナーです。で、台湾の放送用三脚いろいろも展示していますが、新製品ということで展示してますのがこのスリックの、アストラという名前がついてるんですが、 ECH630、 新しいタイムラプスの、あと赤道儀としても機能する電動雲台です。この電動雲台の展示使用例としまして、展示はこの USB モバイルチャージャーで駆動するというのを見せる展示をしています。インタービーのトキナーレンズの展示として今回参考出品として出してますのがこのトキナーの新しい単焦点のプライムレンズ、ビスタのレンズシリーズです。海外先行発売で一部の焦点距離のものは売っていますが、今回のインタービー初お目見えとしまして、この 18mm の T1.5 開放 F 値が 1.5 ですね、 T1.5 の大口径のシネマプライムレンズも、お手に取ってご覧いただけるという形にしています。このトキナーの新しいレンズ群ビスタ、日本に、来春ぐらいに導入する予定ということで、現在予定しています。あと今回の展示の一つにビーストグリップ、スマホ用のリブがあります。で、このビーストグリップ何度か参考出品で DOF アダプター、一眼のレンズをつけるアダプターですね、これを展示していましたが、今回さらに進化した DOF アダプターを展示しています。これはいよいよ、参考出品から近日発売予定ということで、進化しているという感じになっています。近日発売予定ですので、ぜひスマホで一眼のレンズをつけて、ボケ身を生かした撮影といったことが楽しんでいただけますので、ご覧いただければと思います。といった具合でですね、今回も盛りだくさんの健康ときな KPI スリックの、インタービーのブースです。ぜひお越しください。